緊急事態宣言が出て不要不急の外出を避け家にいる時間が増えていると思います。そんな時にネットがあって本当に良かったなと思いますね。家にいるのってやっぱり退屈じゃないですか。だけどネットがあればかなり緩和できます。情報を得る場合テレビなんていうものもまあ伝統的にありますけれども、まあより能動的に調べるならネットの方がいいですしね。本を読みたければネットを通じて電子書籍を購入することもできます。さらにネットであればこういう YouTube だったりとか、まああとは Netflix とか Amazon プライムとかいろいろありますけれども、そういうサービスを使ってドラマや映画、こういったものを楽しむこともできます。時間あるから映画見てるなんていう人も結構多いんじゃないでしょうか。その映画で言うと昨日の動画の最後でも紹介しましたが、福島50、これぜひね見ていただきたいと思います。これは東日本大震災で発生した福島第一原発事故を描いたものです。僕も昨年福島第一原発見学してきましたけれども、その行った場所でああいう地獄的なことがあったと考えるとより感慨深いものがありました。福島50はまだ新作なんですけど、コロナのせいで映画館での上映っていうのが今難しい状況じゃないですか。なので急遽有料配信が開始しています。結構いろんなところで配信されてるんですね。 Amazon プライムビデオとかさ、まあ他にもいっぱいある、ニコニコ生放送とか、どれか自分が使ってるサービスで見るといいと思います。値段は1900円と若干高いかなっていう気もしますが、だいたい映画館と同等程度ですよね。この作品の原作は門田龍翔さんです。描き方っていろいろありますよね。この作品の描き方というのは事故対応における最前線の現場、ここにスポットを当てています。見て思ったんですけど、今のコロナ対応にも通じるものがあるんじゃないでしょうか。日本は昔から現場レベルだとものすごい優秀なんですよ。だけど全部が全部じゃないにしても、上の人の方がちょっとあれっていう人が多いと。それで困るのは現場です。この映画にも出てきますけど、東電本店でさらに官邸とですね、この現場との認識の差、これがねひどい。全く融通が効かない様なんていうのは、その9年前も今も同じなんじゃないでしょうか。全然何も決められないまま時間だけが過ぎていきます。平時だったら手順を踏んで何事もやっていくっていうのは大事ですよ。ただ有事っていうのはより迅速な対応が求められるじゃないですか。そういう意味で9年前の日本も現在の日本も大丈夫かなと考えさせられます。個人的な感想としては、ちょいちょい出てくる、まあ、回想シーンだったりとか外国のニュースみたいな部分とか、ああいうのを省いてより状況説明に時間を当ててほしかったなと思いました。もうちょっと丁寧に説明した方がその見てくれる人にも伝わりやすいのかなと。まあもちろん映画だし演出も必要なんですけどね。俳優の演技ってのもすごいですよね。渡辺謙さんの東電のその本店にブチ切れるシーンとかさ、もう視聴者を引き込んでね、もうなんかこっちまで東電本店ふざけてんなと思っちゃいますよね。あと総理大臣の役で出ていた佐野史郎さん、この演技はすごかった。演技の賜物でしょうね。ものすごい総理大臣が無能に見えるんですよ。公式サイトを見ると、渡辺謙さんは吉田所長など、普通は俳優名と役名って併記されるじゃないですか。だけど官邸の人間というのは何らかの配慮の結果か役者の名前しか書いていないんですね。だから総理大臣も官房長官も名前が出てきません。実に不思議なことです。あれ、そういえば当時の総理大臣は一体誰だったか考えてみたんですけど、わかんないですよね。いやー、いかんいかん、突発的な記憶障害のようです。ともかく官邸のクズっぷりっていうのが随所に出てきます。こんなすっからかんを総理大臣にしてはいけませんよね。自然災害も恐ろしいですが、無能な政治家っていうのも恐ろしいわけですよ。そしてそれ選んでるの国民ですからね。本当に現場では命がけの仕事をしていました。ただことがことだけに、その単純に美化できるような話でもないというか、福島第一原発の問題というのはまだ終わっていません。廃炉の作業というのは今後まだまだ続いていきます。僕自身は反原発というタイプの人間ではないんですけども、やはりその原子力含めて今後の日本のエネルギー政策をどうしていくのかっていうのはしっかり考えていかなければいけないでしょうね。そのためにも福島50ぜひご覧ください。映画館の迫力ってやっぱいいなと思うんですよ。だけど今家で見るっていうのも、これまあ一長一短だと思うんですよね。家だったらまあ飲み物だったりとか食べ物、さらに服装も割と自由じゃないですか。今こういう事態が続いていますから、まあ、ちょっとポジティブに捉えてですね、配信、まあ、いろんなこう配信サービスで見ることができますので、ぜひご覧ください。とりあえず Amazon プライムビデオの
部分のリンクは貼っておきますんで、ということでチャンネル登録もぜひお願いします。